こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。潜在意識について学ぶと、自分が考えている自分という人間と本当の自分がもしかすると違うのではないかと思いませんか？前回の動画でも、自分が頑張っていると思っているのと他人から見て頑張っているのとは違うということが分かったと思います。どうして自分の自己イメージと本当の自分は異なるのでしょうか？今日はそれについて深く考えてみたいと思います。ということで、今日のテーマは潜在意識には顕在意識とは真逆の自分があるです。前回の動画は自分の本当の状態がよく分かっていないというケースでしたが、今回はそうではなくて、自分が思っている性格と真実は真逆というケースについてお話しします。例えば、あなたは自分が短気な性格だと思いますか？短気な性格の人は、実は自分は短気ではないと思っているんです。それは驚きかもしれませんね。どうしてでしょう？自分では短気じゃないと思っているのに、周りには短気だと言われる人は短気になるのを我慢しています。怒りたいけど辛抱して黙っているのです。つまり、暴走したい車がブレーキをしっかりとかけてとどまっているわけです。このタイプの人は常に自分にブレーキをかけているので、自分は短気ではないと認識しているのです。それなのに、周りからは短気だと思われているので腹が立っているでしょう。では、本当に短気ではない人はどんな状態でしょうか？この人たちは人の意見に耳を傾けますし、いちいち馬鹿にされたとも思わないし、自分のやり方が正しいと固執しているわけでもないので、実際に人の言葉ややり方に腹を立てないのです。ですから、ブレーキを踏む必要がありません。自分がどちらのタイプなのかを見分けるにはどうしたらいいでしょうか？誰かに、あなたって短気ねと言われた時、ムカッとくるのが短気な人です。あはは、そうかもというのが短気でない人です。このように、自分が一生懸命に抵抗している時に、人は私はこういう人と感じます。それはブレーキをかけているのは現在の意識である顕在意識だからです。でも、潜在意識の方が大量なので、周りの人からは潜在意識の方が本当のあなただと感じます。他の例を挙げましょう。自分はおしゃべりではないという人もいますね。だって、私は同僚が喋っている時いつも我慢して聞いているわ。実はこの人は本当はおしゃべりなのです。でも、同僚が喋るので自分が喋ることができず我慢しています。つまり、顕在意識が一生懸命ブレーキを踏んでいるのです。ですから、自分はおしゃべりではないと認識するんですね。こういう人は恋人を見つけると一人で喋り始めます。やっぱり本質はおしゃべりだったんですね。このように、顕在意識が認識できるのは自分が踏んでいるブレーキなのです。ニュートラルは自分にとって当たり前なので、空気と同じで認識しづらいのです。もし、あなたがあなたって何々ねと言われて自分の認識と異なっているならば、それはきっと潜在意識にたっぷり存在する自分のことですよ。そういう自分が嫌ならば、それは修正した方がいいですね。インナーチャイルドを呼び出して諭すことで修正できるでしょう。